こんな感じでダイナミックなアクションも決まります。自分で作って言うのもあれなんですけど、ここまでよく稼働できたなって思います。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回の動画は僕が作った変形合体ロボの動画になります。前回のサムライ忍者大王の動画で最初に作ったティラノサウルス型ロボとステラノドン型のロボのリメイク版を出しますと話したんですけど、リメイクが完了しましたので見せたいと思います。結構このリメイクを楽しみにしてくれた方もいたので、今回はどこをリメイクしたのかと、あと実を言うとこの2体のロボ名前つけてなかったので名前を発表します。ちなみに真ん中に映ってるミニフィグなんですけど、一応僕のシグフィグです。このシグフィグなんですけど近いうちに買えます。11月頃に発表したいと思います。この動画を見る前に一回ティラノサウルス型ロボの動画を見た上で今回の動画を見ると、あ、ここリメイクしたんだっていうのがもう一目でわかるので、ぜひご覧ください。はい、それではティラノサウルス型ロボを紹介します。はい、こちらがリメイクしたティラノサウルス型ロボです。はい、パッと見なんか全然変わってないイメージあると思うんですけど、めちゃくちゃ変えました。まずはじめにこちらのロボの名前を発表します。このロボの名前はレッドティラン。人型ロボ状態がティラノ竜王です。実を言うと最初はティラノ獣王って名前につけてたんですけど、せっかく恐竜って名前がつけてるので竜を使おうということでティラノ竜王にしました。レッドティランはもう名前の通り赤いティラノサウルスということでレッドティランにしました。こちらのレッドティランはいわゆるゴジラ体型です。ちなみにティラノサウルスってゴジラ体型とれっきとしたティラノサウルス体型があるんですけど、こちらのレッドティランはゴジラ体型です。ちなみにゴジラ体型は恐竜戦隊ジュウレンジャーの守護獣ティラノサウルス、あれと思ってください。アバレンジャーのバクルーティラノサウルスと恐竜ジャーのガブティラ、竜ソージャーのティラミーゴ、これはいわゆるれっきとした恐竜体型です。はい、ではアップで見るとこんな感じです。これ自分で作って言うのもなんですけど、ばっかかっこいい。はい。やっぱね、どこがかっこいいかっていうと、これ全体的に機械的な造形になってて、さらに本物のティラノサウルスに近いように作ってます。はい、それでは今からリメイクした箇所を発表します。リメイクしたのは、ここの首の部分と、背中と、爪と、足と、尻尾です。僕基本的に一回作った作品は二度と作らないって決めてるんですけど、今回リメイク版ということで一回作った作品の形を残しつつ装飾などを多めにしました。まずリメイクポイントのこちらの首の部分です。リメイク前はここヒンジだったんですけど、今回はボールジョイントに変更しました。ボールジョイントに変化したことでこのように自由に稼働することができます。続いては背中です。背中についてはちょっと造形を変えただけです。はい、続いてはこちらの爪です。爪もより自然に近いように薄くしました。続いては足です。まず足の装飾を増やしたのと、変形合体時に結構足取れやすいので補強しました。それ以外は基本的に変わってません。はい、続いては尻尾です。今回のリメイクで一番変えたのはこの尻尾です。まずここの部分はロボモード時に腕になるんですけど、この腕の造形を変更しました。そして尻尾は伸ばしました。武器をちょっと大きくしたかったので今回尻尾を大きくしました。この尻尾がめちゃくちゃかっこよくなってます。はい、ではこちらのティラノサウルスの可動範囲について説明します。まず頭部がこのようにボールジョイントで回転して、でさらに口が開きます。首はこのように根元からグリグリと回転します。腕はボールジョイントになっていて、このように動かせたり、で爪もこのように稼働します。そして一番動くのはこちらの足です。まずここがこのように稼働して、でさらにここもこのように前後動かしたり稼働して、でさらに回転します。これ結構稼働範囲が自由なんですよね。でさらに爪がこのように別々で動きます。で尻尾もこのように動きます。はい、可動範囲を生かしてこのようにダイナミックなポーズを取らせることができます。今回僕このロボ作るときに可動範囲をめちゃくちゃ多くしようということで、こんな感じでダイナミックなアクションも決まります。はい、それではこちらのレッドティランをロボ型状態ティラノ竜王に変形させます。では変形させます。そうそう、今回の変形合体もあまりパーツ一切なしです。まず頭のこのパーツを取り外します。こちらのパーツはロボモード時のヘルメットになります。で、頭を取って首を取ります。で、続いてはこちらの尻尾を取ります。尻尾はロボモード時では武器になります。そしてこの尻尾も取ります。
こちらは先ほど説明した通りロボモード時では腕になります。はい、まずはこのようにバラバラにしました。ではここから変形して合体させます。まずは胴体から変形させます。まずは足をここでまっすぐにして、膝もまっすぐにします。そしてこのパーツを上げてここまで稼働して、ここでロックします。反対側も同じ要領で変形させます。そして腕を奥まで回転して後ろで合わせます。はい、これで胴体の変形準備は完了です。続いては腕です。まずこのパーツを取ります。はい、これがロボの頭部です。でこっから真っ二つにします。こっちが右腕でこっちが左腕です。では合体させます。まず背中のこのくぼみに首パーツをはめます。こちらに腕をセットして下ろします。反対側も一緒です。で次にここにティラノサウルスの頭部をセットします。そしてここに頭部をセットして、最後にこちらのヘルメットをかぶせれば完成。これがティラノ竜王です。はい、こちらがレッドティランのロボ状態、ティラノ竜王です。はい、全体はこのようになってます。いや、これ自分で作って言うのもあれなんですけど、めっちゃかっこいい。はい。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部パーツもがっつりリメイクしました。主にリメイクしたところは、主に頭部はここと、ここを変更しました。そして、胸にはティラノサウルスの頭がついてます。ロボの胸に動物の頭が来るのがめちゃくちゃ好きなんですよね。前回作ったサムライ大王も胸に竜の顔があります。続いて腕なんですけど、腕の部分もちょっと造形を加えてます。主にここです。そして足はこんな感じです。足は安定性を出すために結構頑丈に作りました。やっぱティラノサウルスの足がロボの足に来るのすっごいいいですよね。はい、続いては可動範囲について説明します。こちらのティラノ竜王はめちゃくちゃ動きます。まず頭部がこのように回転します。やっぱね、頭部回転するのめちゃくちゃいいですよね。そして腕はこのようにクリックで稼働します。で、さらにこのように広げることもできて、手首も回転して、肘可動もあります。で、さらに言うと、ティラノサウルスの口、これも開きます。で、一番可動するのはこちらの足です。まず足がこのように動きます。後ろにも動かせれるんですけど、動かす際はこの爪をちょっと上げてから動かします。で、こちらのパーツ、これを外すことによって、膝がこのように動きます。あ、取れちゃった。で、さらにここがピンになってますので、このように動かせれます。で、さらに爪もこのように動きます。なので、このように自然なハの字立ちを再現することができます。実を言うと僕、このハの字立ちに結構苦労したんですよね。初めて作った時は、ハの字立ちはできたんですけど、立たせることができなくて、こう、試行錯誤を繰り返して、ようやく自然なハの字立ちにすることができました。はい、そしてこちら、ティラノ竜王の武器の恐竜体験です。剣はここに持たせます。はい、剣を持たせるとこんな感じです。あ、やっぱね、剣めちゃくちゃ似合いますね。ただティラノサウルスの頭がちょっと隠れちゃいます。正面から見るとこんな感じです。あ、これね、ロボのパッケージだ。で、さらにこの恐竜体験の隠しギミックはなんとマウントできます。背中のここのパーツ と恐竜体験のこのパーツを接続します。はい、こんな感じです。あー、これいちいちかっこいいな。で、腕の可動を活かして、これね、持たせられないんですけど、このように背中から剣を取るシーンを再現することができます。はい、可動範囲を活かしてこのようにダイナミックなポーズを取らせることができます。自分で作って言うのもあれなんですけど、ここまでよく可動できたなって思います。これは躍動感があります。こんな感じで片足立ち蹴りも再現することができます。こちらは足が4点で立ってますので、問題なくダイナミックなポーズを取らせることができます。はい、そして最後はティラノ竜王の必殺技です。ちなみにどんなものかというと、この体験をティラノサウルスの口にかませて、加えさせた体験を引っ張ると炎が出て、炎をまとった体験で一刀両断する必殺技です。ざっと言えば前回紹介したサムライ大王と一緒の技です。はい、それでは最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。はい、もう今回も比べ物にならないぐらいめちゃくちゃでかいです。おおよそミニフィグ
約7、8体分はあります。では続いてはレゴマリオと比較するとこんな感じです。あ、レゴマリオおおよそ5、6体分はあります。あ、そうだ、最後にちょっとあれしましょう。このヘルメット外して、あ、取れちゃった。このヘルメット取ってマリオの帽子をつけます。はい、こんな感じでマリオオデッセイ風にすることもできます。うわ、ダッサーこれ初めてやったんですけど、なんか違和感はあーないようなあるような、どっちだろうなんかマリオオデッセイに出たらありそうな気がするなはい、ということで僕が作った変形合体ロボのティラノサウルス型ロボのリメイク版レッドティランとティラノルーオーについて説明しました。今回のリメイクはめちゃくちゃかっこよくできたと思います。最初の方にも言ったんですけど、僕は基本的に同じ作品は二度と作らないんですけど、今回はリメイク版ということで一回作った作品のベースに新たな装飾を加えたりパーツを追加しました。このティラノサウルス作ったのが3年前なので、3年後にこんな感じでめちゃくちゃかっこよくリメイクできて良かったと思います。はい、次の動画ではもう一つのリメイク作品、プテラノドン型メカの紹介です。今回大幅にリメイクしたのがプテラノドンです。まずざっと全部を見せます。それがこちら。はい、こちらです。もう見てわかる通りめちゃくちゃ変わりました。実を言うとこれを変えたのにはちゃんとしたわけがあるので、それについては次のこちらのテラノドン型ロボで説明します。楽しみにお待ちください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ